皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、新年一発目の、まあ、デイライトストーク長男ズですね。左にスイッチが入ってくる。タイガのスイッチも入ったということで。あんまスイッチ入ったとか言わんでくれる。恥ずかしいけん。スイッチ入ったとか、ちょっと車に構えると恥ずかしいぐらいにまだ俺。確かに、ね、そう、慣れてないけん。慣れてないけん。まあ、ここからその GoPro2 度目ということですね。今回は新年一発目の長男ズお集まりだということで、今からとりあえずグランドゴルフをしに行きます。グランドゴルフ、なんだいそれは。説明しろ。全部こっちで。あれはね、パターだけのやつよ。あ、言うてしまえば。そうか、そうね、ゲートボール、ゲートボール的な、違う、ゲートボールとちょっと違うんか。ゲートボールの年齢層ちょっと下げた場合、え、ゲートボールはさ、そんななんか出世後みたいな感じで名前変わる。ゲートボールはあれや、なんか順番にさ通さないかみたいな。そうやね、競技で、うん、やっぱコースがあるのがグランドゴルフで、そのあれ、ゲートボールはもうその場だけで完結できるんか。ここを通して、ここを通して、ここを通してみたいな、いっぱいホールが、うんうんうん、そうやね、そういうことか。さすがに俺の彼女にもそのこの存在が明るみになって、うん、チャンネル登録された。ああ、その一人、その一人か。もうできるだけ出さんよ。ちょっと なんでかよ。別にいいや。パークゴルフ場、ああ、なんか見たことあるぞ。あの飛んでないね。いや、いるな。でもジジイがしっかりしたとこやん。これできんって何したっけ。なんかしたっけ。もう温泉に帰ってくる。早めに温泉行ってっていう。ジジイムーブやん。ジジイムーブ。ジジイムーブ。ああ。え、なんでなんかゴーってた。今なんか音した。なんで。え、な。え、じゃあ吸ってないと思うよ。後ろで工事しとったけんする。いやいや。開けれると思う。月熊パークゴルフ場に。到着しました。ちゃんと穴がある。穴があるな。いいやん。ちゃんとホールがあるね。ちゃんと前の時違ったもんね。うん、あの自分たちでね、設定して。なんかね、設定。そうそうそう。ここを穴としますみたいな場所。これ決めれんの。そうそうそう。1万入るこれ。入らん。何で嘘ついたよ。入らんって言ってる。入る。入る。入る。嘘ついてるよ。そういうことね、絶対出る。なんでお前もそっち側の人。クラブのリバウンドだけします。左からがアウト1番で18ホールだね。18ホール、すごい、ありがとうございます。練習ホールやっていきます。一旦ね、じゃんけん順でいこう。さあ、一生枠じゃんけんぽい。何やそれ。違う違う違う、ごめんなさい、ごめんなさい。カメラで。ああ、もうグリスグスタープレイヤーでいきますよ。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。どこ狙うんですか。デモンストレーション。あー、思ったよりでもこっちに当たるな。めっちゃ飛ぶやん。いや、そう、結構行くんやん。こっちのやつだろ。ガチでやりすぎよ。お、いいや。いい力感。いい力感。あ、待って、ここ練習ホールってことね。そうよ。何も、お前何も見てない。マジで何も聞いてないやん。何も見てない。え、まあ、選ぶってか、ね、順番、打つ順番。あ、2つあるやつ何？とりあえず一人でひたすらやっていくと。え、なんか俺も練習しよう。今練習中？今練習中だよ。え、これ止めなんと。いい天気ですね。いい空だ。ちょっと皆さんもですね、ぜひ自然と触れ合いましょう。こんなにね、すらないですよね、やっぱりあんまりね。じゃあ行きますか、うん、よっしゃ、うまい。待って待って。入るよ。うまい。あいやー、おー、こうなってるから地球を見る。いや、出たって。どうぞ。6打目。楽しいグランドゴルフはさっきので終わりやね。ここからはもうここから地獄が始まる。グランドゴルフでした。締め方するな。
今からどこに行くんですか。今から柿小屋に。柿小屋。柿美味しいっすよね。うまい。けど怖いね。うん、あれなんか三種類毒があって。三種類。え、なんか一種類、一個目は8時間以内に来る。はいはい。で8時間終わった時点で1個目のカモクリア。うん。2個目が24時間。うん、1日経ったら、うん、OK みたいな、うん。でもまだ3個目が覚えてます。覚えてないから。3個目が72時間。3日や、結局。結局3日はビビットが。重なったら、大変なことになる。時間を追うごとに、どんどん体調悪くなる。じゃあ、糸島までドライブの間、みんなでお話しましょう。そうね。僕でも引くやつあって。あれ入れときゃよかったなってのが1個あって、この4人の中で自分以外になれるとしたら誰。ああ俺決まってる。俺絶対消えたいなりと、俺なんや。なんでいや、まずさまずね、俺やっぱあの芸能のことはもう今までの指令の中で一番イケメンと思って。見てください、この子このご尊顔を。優しくしよう、こいつ。違う、あ、別に今からこいつを変わるとかじゃないんけ。選ばれんやったらつらい。確かに。彼に一回決めるか、みんな。忖度が発生したら嫌やし。それ、あの、僕が先に出す前にやったらよかったっすか。俺はもうウィニングライン。中身入れ替わる人に なりたいやと、高彦かな、やっぱ。自由自在や、歌声がもう。あ、確かにカラオケで好きな人は。それマジでそうやな。そうなんよ。一回もう何でも自分の好きな曲カラオケで歌ってみたい。首は頭で曲作りようかな。確かに気になる。その場合分かるんだ、高彦の体に表現したら。分かる、それ表現したら。もう、ガワヒコだけど、ガワヒコだけど、ノーも高彦だけど、高彦じゃん、それはもう高彦。俺は日常送るより。これはリアルに大勢。ほら、いい感じになってきてる。高橋君はもう何が選ばれる。いい、それも応援。たまにおるさ、バランサー的役割の人っていうか、どのコミュニティでも属せる人。俺よく言ってくれるけど、この人そうやん。そしてどうやってそうしてるのかをね、味わってみたいというか。やっぱバランサーってね、なんかいろんな環境で生まれたというか、天候があったっていうのも あるのか。いいな、かなり適応しやすくなって、適応できるようになる。でもさ、適応してなんかこう意見をなんか聞くだけのタイプじゃないよ、大勢。結構顔を出しながら適応できるタイプなんですよ。まあ、成功型の。めっちゃ褒められてる。いいな、型のバランスは。これね。いいよ、あの選ばんくても。選ばんくてもいいよ。まず。選ばんくていいよ。これ、ね、誰かと言えばぐらい、本当に。過去の話をしてるとね、客観的に俺になりたいやつはおらんやろうなって思う。いろいろね、乗り越えてからの大学ですね。無理なのよね、この努力の仕方って。普通はそれは才能やもんね。気持ち悪いトークテーマ投げこれ。ちょっとやったよ、カットラジオじゃなくてあえて動画でやるって、むずがゆい表情込みで。この間さ、高彦が出した動画で、このライブの日のタイガも涙がちょちょぎれるみたいなさ、 はい、あったやん。動画を見よったんやけど、最初さ、二人が運転、車で、俺ところから始まるよ。で、俺が途中で乗るよ。で、ライブの話になって、今日の対バン誰みたいな。で、おじさんたちやねみたいな話になって、で、おじさんたちがラジオしよるみたいな話になったやん。で、俺が、キャラ被っとるって、っていうシーンがあるんやけど、それが、ディフディフしすぎたっすね。あまりにも。知らんけど。キャラ被ってるって。かっこいい好きもって思うぐらいになっとって、ディフキャラ被っとるって、みたいな感じ。ディフって言っとった。聞こえるぐらい。いや、もう、あれがディフやなっていう、お手本のようなディフを見せて、やってもうて、恥ずかしいと思う。これが、YouTube のデメリットかっていう。残り続ける。そう、見たくないもの見てしまう。いやでもなんか動画とかで撮って改めてわかるけど、ギュッっちゃってる方が多い。あるん。うん。うん。ことが多いとの。それじゃないんですよ。でもなんか多分編集しよる側なんか気になってる、ね。あんまり。まあいつもの俺を見てるけどね。そうやね。高彦視点から見したら。いつもそういうことって。うわ、それは悪口よ。キャラ被ってるって。キャラ被ってるって。キャラ被ってるって。開いててくれ。人は少なそうだね。終了しました。
え嘘聞いてくるけど、いや確かになんかもうガラガラだね。終了しました。ありがとう。本当やん、並びでした。終了。終了か。中に人はいたけど、まず意思統一しよう。その今候補的に焼肉、焼肉海鮮、海鮮があるんだ。他なんかあったっけ。まあ、ハンバーガー、カフェ系列。ああ、なるほど。まあでもその気持ちはちょっと薄いかもしれない。俺も薄い。なんなら海鮮も薄い。もう焼肉に心奪われてるやん。相当。焼肉やんじゃん。いや、でも海鮮行きたい人がいるならまずよ。行きたいもんね。その記念でとかいう気持ちなら全然排除しよう。排除。焼肉ですね。じゃあもう上の焼肉か、焼肉心のどちらか。ああ。上の焼肉でございます。上の焼肉。もう大丈夫。え、滑り台ある。アリエンちっちゃいジャングルジム。登りたい登りたい登りたい。いってらっしゃい。あそこだ。投げさせていただきますと。え、あそこから投げ込まれかと。しかしやらしいな。なんかね。クイーン入れとく。ちょっと衣装の。そんな中、安い貯金箱みたいなシステム。そんなこと言わないで。ごめんなさい。私たちの神様。あ、そうよね。気持ちだから。ミスった。あ、もう一回。願いと出たぞ。やり直しシステムなんか。終わりました。結構なお手前で。あ、入った。でか。遠近感覚バグるわ、なんか。ちっちゃいジャングルジムとでっかい子供やけん。降り方わかんない。あら。チーカーみたいなことして。チーカーみたいなことして。降りれなくなっちゃったみたいな。よっしゃ。僕を捕まえるための罠だったってこと。ハチ割れすぎ。怖すぎ。怖すぎ、それでもや。キャッチボールでもしますか。10分20分ぐらいできるな。うん、いいな。いい公園やな。親友かよ。音楽っていいですね。漠然としている。これどうなってるか。そうですね。なんやねんこれ。会話のキャッチボールが。パワーレスの作詞任せてくれてありがとうございました。あ、熱いね。この返しはありがとう。何する。みんなでライブができてよかった。ドラム楽しいです。思い込めそう。一球入魂してるな。あ、ごめんなさい。東京でも練習は続けてくれよな。熱っ。ちょうどいいな。なんかキャッチボールをすることになるとは今日思ってなかった。まさかしかも糸島でね。2月さ、うん、ちょっとまたどっかでコストコパーティー戦、うちの彼女も一緒に、え、紹介できたらなって。そんなんいいんすか。お願いしたい、ぜひ。5人で、5人で対戦のとこの彼女も来てもらってもいい。あらあらあら、6人で。タイガの彼女も呼んだらいっちゃう。そうてん、え、いつ帰ってくる。3月。コストコパーティーが3月とかでいいならうちの彼女も混ぜれるっちゃけど。3月も全然。全然いいよ、もちろん。そしたらみんな集まれるじゃん。俺が仕切るわ。MC で。さあ、三角形のテーブルか。お前どこにおるん。俺真ん中。え、ディーラー。みんなにご飯を配給してる。いいんや、それで。あなたにとってキャッチボールとは。これにとってキャッチボールやっぱ。いや、あの、心と心の会話。失敗。あ、34分。お、いい時間やね。ぼちぼち。ぼちぼち向かいながら。彼女一人っ子。いや、二人っ子っていうか、なんていうか。姉妹か。姉妹姉妹。姉ちゃん。姉ちゃんがおるね。タイガーの彼女は？ああ、お姉ちゃんがおるね。みんな、俺の彼女もお姉ちゃん。二人兄弟で、おお、みんなそんな感じか。俺もお姉ちゃんおる人選ばやんと。
そんなことないよ。どんな同調圧力。まず違う。お姉ちゃんいますか。お姉ちゃんいますか。うわダメか。うわなんやこれ。素敵やね。すごっ。糸島の人って小屋好きなんかな。小屋しか作れんじゃないの。そういう条例じゃない。やば。動画深い。焼肉を食べます。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。行きましょう。行きましょう。どうもありがとうございます。はい、ちゃんのおネギでしたね。焼かれたらお好みで巻いて食べてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。いいね、並びが綺麗ですみたいな。よし、ちょっとやってくるよ。これ巻いて、これ巻いて、それ巻いていくで。これどんぐらい色が常識の範疇。常識の範疇やね、巻いて。みんな食いたい。まだターンいきます。一旦弱火する。はい、これ、まあ、そういう取れるぞ。ホルモンもありますね。この後温泉入って水道。あ、え、水道あるの。致死量や。自信で知らなくなった。お前さ、ミスド洗ったって驚くけど、あのためにミスド洗ったって思い出してた。ああ忘れることかも。逆にこういうちょっとしくじりみたいなのがないと、こういうとこ本かも。糸島に来てますね。確かに。俺もこれで運命的な出会いと思うわけですか。あら、うん、じゃないと思う。俺もこれで運命的な出会いと思うわけですか。あら、あっべえ。いきますか。うん、はい、はい、どうぞ。おお、来た。ミスドドーナツ。なんか怪しいね。あれ、ちょっともう帰ろうとしてない？バイトダメだよ。掃除してはるもんな。もうポンデリングしか残ってないよね、この時間って。ココナッツは残ってる。間違いない。あるね、白いの。人気ないもん。は？ココナッツ人気が残られた。怖いよ。いっぱい作ってんだよ。うわ、やばい。ライバルや。やばい。行くぞ、行くぞ、行くぞ。味わうのもう食いよりやドーナツです。チョコオールドファッションがなかったことに対して私は遺憾です。のこと大変疲れました。遺憾を。じゃあ中川清流に行きますか。よいしょ。ちょっとお腹すいたかもしれない。あ、間違えた。そうよ。ここで Vlog が。おー、俺の汚い色映すな。今日は楽しい休日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊ぼうな。暑いね。バイバイ。バイバイ。